今日の試合を振り返っていかがでしたか？前半は自分たちのペースでボールを回したり、そこから得点をすることができてよかったのですが、後半は相手の勢いに押されて失点してしまって、そこから修正することができなかったというのが課題でした。次節への意気込みをお願いします。次節は今回の試合をの修正をして勝てる準備を全員でして戦っていきたいと思います。Yeah!
今を生きる選手たちへ。2021年関東大学女子サッカーリーグ戦全278試合完全配信、感謝と感動の総合メディア吉田エンターテイメント。